はい、別館なんですけどね、今日はですね、この二人、女二人旅、いろいろなところで食いまくってますけども、はい、でも高いもの食っちゃいけないって言ってるんで、これがちょっといろいろね、ハンディを背負いながら、その中でも美味しいもの食べてようというね、頑張っておりますけど、北海道、そして今、和歌山をね、はい、今続けておりますけども、さあ、ね、水野さんにしろね、海さんにしろね、はい、一体どんなものが料理が好きだろう。例えば和洋中、ね、いろいろあるじゃないですか。アフリカ料理とか ね、あのトルコ料理とかね、いろいろこうありますけど、まあ、それぞれこう、まあ、一種類じゃなくてもいいんですけどね、どんな料理が好きかちょっと聞いてみたい。いや、その一品でもいいんですよ、はい、系統でもイタリアンが好きだとかね、どうですか。まず水野さんは。私はですね、出るとこ待ってるもんね。いや、もうこれ本当食べるの好きなので、うん、難しいんですけど、ね、あえてね、はい、いや今の時点でもいいや。じゃ あ今ですか。何か食べちょっとお腹減ってるの。私一番やっぱりよく食べるの和食ですね。和食、どういう和食系。最近だとやっぱり自粛なので家じゃないですか、うん、なのでもうずっと自炊なんですけど。ということはじゃああれか、自分で味噌汁作って。そうですね。で一番やっぱり作るのが和食ですね。和食ね、はい、で一番得意の和食、よく肉じゃがなんて言うと男がうわーって言うやつがいるけど、よくね、どうですか。いますよね。私一番よく作るのは豚汁で。豚汁ね、はい、もう結構頻繁に作ってます。お味噌、普通にお味噌汁の代わりに豚汁作って。それは栄養もねすごいいいしね。なんか野菜をいろいろ入れられるじゃないですか。どんどん違うもんね、はい、栄養の部分と、あとちょっと豚肉が入ってるので、その油、また甘みが出て、甘み出るし、あとビタミン B 系のね、はい、あれが取れるから非常にバランス取れたね。そうなんですよ。あれを最後にね、あの鍋風にしてね、はい、あの具を食っちゃったらご飯ぶち込んで、はい、卵を落として雑炊にして食べても美味しいんですよね、うん、ね、まあ、いわゆる味噌鍋だからね、あれね、はい、なるほど。豚汁ね、今の季節はいいですね。そうですね。あれはでも飽きないでしょ、意外と。いや、そうなんですよ、ね、本当にお味噌汁代わりっていう感じです。なるほど、いいとこついたね、はい。さあ、里見はもう世界中もあなたもね、あのさまよって、ね、世界を股にかけて世界中に恋人が10人20人いるという。そんな噂は嘘だって言うんだけど、はい、まあ本当なのかな、はい、よく昔あの船乗りはさって、船員は港でみんな女がいるんだよって言うけどねまあそこまでは言ってないだろうとは思いますけど、はい、例えばあなたはどんな男が好きですか。どんな料理が好きですか。そうですね、でもその旅に出る、うん、時何ですかね、野菜って美味しいですよ ね、 ね、その北海道に行ったら北海道のこう、うん、野菜、うん、今回和歌山に行きましたけど、和歌山もそこで自分のところで植えて作って取ったほうれん草だよとか、そういうの、うん、本当に何、うん、て言うんですか、甘み、うん、野菜の甘みがすごい出 て、ね、でその濃さ、うん、もう野菜の濃さがもう出て、その地元地元でのその旬の食べ物、うん、野菜とかが本当美味しいなと思ってます、うん、もうそのまま生で食べて、うん、もう美味しいと思います、はい、確かに地元で採れたての野菜はね、うん、本当に美味しい。和歌山でね、まあ、野菜じゃないんだけど、カツオ、この間もちょっと言ったんだけど、はい、採れたてのカツオをね、和歌山沖で採れた、採れたてが何時間って決まってるって、氷詰めにして港運んできて、それから数時間、4時間だったから、うん、だから店行った時、これ今出しますから30分以内には食べてください、もう30分以降になったら普通のカツオになっちゃいますからって、食べてみたらやっぱり甘みがあるようなね、とろっとしたね、その あのいわゆるとろカツオじゃないんだよ、じゃないんだけど、そういう味してね、爽やかでカツマタっていうのあって、それをもう一瞬にしてから30分後に食べたら一切れ残りの、もう全然違ったっていうね、なりましたけど、野菜もね、取れたてと1日2日3日どんどんたまったら全然違うよね、確かにね、変わりましたね、あ、ほら、みかん狩りした時のも、はい、ぎたてのみかんって美味しかったですよね、あのその場で取って、ね、もうその場で食べたみかんが本当に美味しかったです、まあ、それは本当に取れたてのね、現場で食べるのが一番、食い放題って言っても、私もね、みかんの食い放題ってね、行ったことあるけど、
そこを食べられるもんじゃないね。逆にあのこたつでテレビ見ながらの方がね、はい、たくさん食べられる。あの現場行ってね、もぎたてが美味しいんだよね、確かに。だから余計食べられないっていうかね。でもみかんも同じ木でも全然その違うんだよね、場所によって甘さが全然違って、うん、個性があるんだなと思う、ね、静岡だからね、そのみかん農家のうちが東京柔道部の中にいてね、うん、でみかん食い放題だから遊び来いよってからみんなで行ったわけ。でみかんがタワーになってて、それでみんなでね、柔道部員、まあ、10人ぐらい行ったかな、9人か10人で行って、うん、で一つのみかんの木ね、みんなたくさんなってるので、これ全部食い尽くしちゃおうとね、まあいろいろ食べ方あるんだけどさ、バラ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 しないで、このみかんの一本こうで食べられなかった。最低元気なね、高校生の柔道部だから10個以上は食べてるはずなの、うん、ということで10人ぐらいいても100個食べても食べきる、まだ全然残ってる、少ないように見えてもね、まあ、すごいなと思いましたけどね、みかんの取れたてね。でじゃあ料理はどういうのがいいんだろう。料理はあまり、うん、あの作ることが少なく、別にあなたが作らなくても違う、店で食べる店で食べるもの、あなた作らないのあんまり。いや、あのたまに作りますけど、うん、そうですね、得意料理があってどんどん突っ込んじゃうとか、ね。ま、あの和食、私も和食が好きですね、あとそうですね、最近ちょっと凝ってるのがパン、あのパンが好きで、家でホーム、まあ、和食は置いといてパンなんですけど、はいはい、パンホームベーカリーっていうのがありまして、あの、はいはい、もう粉を入れてね、チンって押すだけで、あの、ね、炊きたてのパンができるっていうので、パンを、パン美味しいです。あの出来たてのパン、すごい美味しいです。お家でパン作ってます。あのパンって食パンを作ってるの基本的に、それとも食パンです。いや一時ね、私ずっとフランスパンに凝ってたんだけどね、あの、まあ、これ店の名前があるとあれだけど、ドンクの食パンって意外と美味しいんだよ。ドンクはね、フランスパンも私意外と好きなんですけどね、その次がランクを上げると神戸屋のあれとかね、あのでもね、あのうちの住んでる町なんかはいくらでもパン屋さんあるんだけどね、これどってね、フランスパンにあんまり合わないんだけどね、やっぱり どうしてなんだって聞いたわけ前に、そのパン屋、そしたら、いやこれフードですと、粉も何もね、みんなだけど、このね、水とかね、硬水であったり軟水であったり、向こうの場合はカルシウムが、ヨーロッパのねパンはカルシウムが多くてね、でそこの点もあるんじゃないですかとかね言ってたけどね、粉の問題もね、そうですね、うん、お水の問題とかも違いますよね、どうしても日本の水は軟水のせいかね、あの同じように作ってもね、あのこうやって作ってもなかなかいいものが出ないっていうね、いうことなんですけど、そうですか、パンですか。そうですね、温度とか湿度によっても発酵も違うので、うん、このパンの膨らみも違うんですよ。で機械で作っててもあの微妙にちょっと今日は膨らみがいい時もあれば、うん、ちょっと膨らみが悪い時もあって、うん、でもそれでもやっぱりあのお家で作るパン美味しいです、うん、そうですね、やっぱり出来たて、ね、とかそういうのはみんな、美味しいです、まあ、少なくとも何でも美味しいよね、みんなね、うん、米もでもお米はね、本当に美味しさが分かるのは冷えた後の冷や飯を食べてみると米の本来の甘みとかいうのが分かるそうです。炊きたても美味しいけどね、はい、いうようなことで水野さんは豚汁、はい、ね、私はパン作り、パン作り、社長はパン作りというのをプチッと押すだけですけど、お粉を入れて、お粉を入れて、でもね、本当に私ちょっとこんなデブでね、一番肉ばっかり食ってるだろうと思われて、そうでもないんだけどね。ただ私は居酒屋行ってどんな時でもほとんどね、いい店も安い店もね、高い店も、まあ本当に冷ややっこを食べ、一杯目のつまみのまずはやっこを食べたいというね、うん、なんかこの間たまたま見てたら、なんかどっかの番組だったのわかんないけど、民放でやった番組でなんか簡単料理とか言ってね、あの冷ややっこって普通ネギを刻んだり鰹節をやったりいろんなことやるじゃないですか、あれをねやりながらね、醤油ぶっかけてその丼飯の上にバーッとやってぐっちゃぐちゃやって食べちゃうっていうね、まあ細かくしちゃダメだよ、ある程度ザク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 にしてそれで食べたら、これが冷たい飯と熱い飯のね、あ冷たい、これが美味しい、そいわゆるごまの油とかね、いろんなとかね、いろいろやってもいいんだよね、うん、こういう、あ
そんな簡単な料理、猫まんまってあるでしょ、はい、あのご飯の上に、うん、熱いご飯の上にたっぷりの鰹節を置いて、でまあ贅沢する場合は卵を一つ落とすとね、それで醤油をさっと重さもかけてガッサガサかき込んで、これがまた美味しい、美味しいですよね、猫まんまっていうんだよね、猫まんまの本に一冊もあるんだよ、私自慢で言うわけで、まあ今は最近ちょっとあれだけど、昔は文庫本になってる食のエッセイ本はほとんど全部読んでると思う。へえ、うん、だからうるさいだけはうるさいって、ね、あのだからこのね、魯山人の本もあるんだよ、魯山人味見堂っていうね、あのこの中に前もちょっと言ったと思うけど、究極のね、あの美味しさは水の味だと、もうじいさんがそうヨレヨレになってそう言ったんじゃないかっていう気もするんだけども、究極の味は水って、だから最高の水を用意しようで、最高のお米を用意する、それで飯を冷やした飯に冷たい水を注いで、最高の大根の、まあ、あのおしんこ、これで食べてごらんなさいと、もう最高の美味しいって、やったこと、昔も言ったけどやったことあるんだよね。確かに今あの何にもなくてもね、ほんで冷え冷えしたあの水と、井戸水ぐらいの5度ぐらいの温度ね、あの一番水が美味しく感じるのは5度ですから、5度ぐらいだから、あんまり冷えすぎてもダメ、あんまりこうでも生ぬるいのも良くないで、ご飯は一応平温で冷や飯、それにちょこちょこちょこ、それに本当の進行数切れ、これで米の味がぶわっと広がる、これが究極のってて、全部落ちと、あの魯山人が話したねエピソードとしてね、だからそのカツ丼をわっさわさ食うのもね、ガンガンガン丼ぶってこう、そのままこうやって食べるのも美味しいけども、そういうね、うん、それに海苔ね、最高級の海苔ってのはまあ香りがいいしね、この海苔をちょっとね、お茶漬けという水漬けだけどね、それはね、ちょっとこういうのは一回試してみていいですよ、食欲のない時本当にいい水、まあもちろん買ってきたらなんとかの水でいいやから、それに本当にいい米のねご飯を炊いて冷や飯にして、あの冷蔵庫に入れちゃうのよ、平温のおのずと冷えた冷や飯っていうのがね、これ時々本当にね、それが原則かなっていうね、うん、米のね、うん、だから豚汁とご飯なんてのは最高のバランスなんだ よ、ね、野菜を取って、うん、ビタミン B の豊富な豚肉を食べてね、はい、うん、それに米食べてね、うん、それに海苔をつけて食べたらもう、うん、栄養満点ですね、栄養満点、うん、あの発酵のねおしんこでも食べれば、味噌が大体発酵食品だからね、そうですね、うん、発酵食品は本当に、寺さん今日の夕飯っていうか夜食はどうしますかって、ラーメンはまずいですよ昔私もやってましたけど、飲んだ後ね、はい、飲んだ後は何か食べますか、ね、ラーメン美味しいですよねそう、あれはやっぱり油とね、はい、あの一番体に悪いね、うん、あの酒飲んだ後寝る前のラーメンって一番良くないんだよね、背脂もっとたくさん撒いてくださいとかいうやつもいるんだよね、はい、もう本当美味しいですよね、うん、飲み物ですもんね、夜食、うん、としたらあんたたちは何食べますか、どうしても仕事やってね、書き物仕事やって、はい、ちょっと遅くなっちゃった、でもやっぱり6時頃飯食ったからちょっと小腹が空いたわ、このままじゃちょっと寝られない、そういった時何を食べるか、おせんべいかパンか、うん、あるいはご飯か麺か、あ、麺食べたくなりますね、麺食べたくなる、何麺ですか、おうどんとか食べたくなりますよね、何うどんですか、もう煮込みうどんで、煮込みうどん、味噌か、味噌ともうお野菜たっぷり入れて、なるほど、来ましたね、はい、うどんは生姜にいいかもんだね、水野さんは、私ねあんまりこう夜食食べない、食べるんですよ、食べるいやあんまり気にせず食べちゃうっていう感じですね、うん、夜だからとか、うん、まさか夜豚汁食ってまた夜食も豚汁今度はぶっかけ飯にしてっていうかね、いろいろあると思うけど、あれも美味しいんだよな、味噌汁の中に飯ぶち込んでさ、あれもね冷えた味噌汁にね飯をぶち込んで、これもシャカシャカ食べるの、これも冷や汁ってありますよね、冷や汁がある宮崎のね、うん、あれ美味しいですね、何を食べるんですか夜食は、私結構本当になんか
まあ、例えばお餅焼いてお醤油でとか夜中なのにいいのかなと思いながら食べちゃって、これもいいね、はい、これも磯辺巻きもそうだし、そうそう、ちょっとみりん入れて、みりんつけたり、あるいは砂糖をつける人も、バターをつそう、砂糖もねちょっとつける人もいるしね、砂糖入れたりも、砂糖醤油にしてね食べる人もいるし、気分で砂糖入れて、まあ、私はそれやらんけど、でもそういうのもあるよね。みりんもやる人もいるし、もっと食欲湧いちゃうって、ね、あれポコポコ食べられるからよくない。私本当気をつけなきゃいけないけど、いつもやってるんですね、もち、うん、って手もあるね、はい、はい、というようなことで食い物の話すると延々聞こえないんですけどね。そうですね、本当に、はい、でもね、いいことですよ、食べ物に対して興味持つっていうのはね、命をやっぱり続けてるわけでございまして、はい、はい、ということで、またね、このお二人はまたね、来週もまた和歌山レポートをしてもらえると思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。